田中秀樹は日本放送協会 NHK グローバルメディアサービスのアナウンサー NHK アナウンサー神奈川県横浜市出身慶応義塾湘南藤沢高等部慶応義塾大学法学部法律学科を卒業大学時代は体育会速ー部で活動2003年4月に NHK に入局研修後 NHK 山形放送局に配属 生中継ふるさと一番の山形県内からの中継などを経験し、サッカー j ニモンテリオ山形の試合中継実況も担当。福井放送局へ移動。福井県のニュース読み、中継、リポートなどを担当。ニュース福井845。2009年3月30日より、ニュースザウルス福井のキャスターを各州で担当。札幌放送局へ移動。 2015年3月30日より NHK ニュースをはよう北海道のニュース読みリポートなどを担当なお2016年に熊本県で熊本地震が発生した折には熊本局へ応援要員として派遣され同地で中継などの仕事を果たした名古屋放送局へ移動ニュース845などに出演なお2018年6から7月に発生した 平成30年7月豪雨の折には NHK 広島放送局への応援要員として派遣され同地で仕事を果たした NHK グローバルメディアサービスへ出向現在はスポーツ中継など主にスポーツ関連の仕事を担当しているありがとうございます